そっか、行っちまったのか。一人だけずっと悩んでいたもんね。あんな戦いの後だっただけにかしら。私とルカさんだけでお別れをしてしまってすみません。それはいいよ、気にすんな。でもこれから私たちどうなるのかしら。どうもならないし、どうともさせない。それはどういう意味で言ってんだ。帰ってきた時に居場所がなくちゃ。その通りです。そうだな、それぐらいの気持ちでいなくちゃな。うん、やっていけない。ええ。こういう時はいつものルーティン、缶コーヒー買ってシガレットチョコで一服だ。ふん、こうしてる瞬間だけは落ち着くな。ルコッチ。あ、イロッチ、どうしたの。めぐみっち、言ってしまったんすね。もう聞いたのか。うん、やっぱりナービーだったことに耐えかねてディスコね。え、あ、いや、なんだろう、切り込み隊として戦うって大変じゃん。疲れたみたいでさ。聞いちまったんすよ、展望台で。何を。アーシラがナービーだったってことさ。え、そんなわけないじゃん、ちゃんと人間だよ。ルカッチ、すごく焦ってるさ。色でわかるっすよ、オペレーションベガの後帰還した時から皆さんおかしかったさ。ドヨーンとした曇り空の色してたさ。それは不思議とナービーの色と重なったっす。それから 31A の皆さんのことを気にしていたんすよ。ナービーを田んぼに返していたところも見ていたっす。あれはクラさんだったんすね。その後展望台で話を聞いて確信したっす。セラフ部隊はナービーなんすね。だからメグミッチは戦うことをやめて去って行ったんすよね。あーしもきっとそうなんすよね。違うってば、イロッチは人間だよ。のんきに絵を描いてる場合じゃなかったっす。まずい、とりあえずみんなの元に連れて行こう。ユッキーなら何とかしてくれるかも。ちょっと私らと話しよう。こちら、石井さん家のイロッチです。すげえどんよりしてるじゃねえか。揉め事でも起こしたか。ナービーって、バレちゃった。はぁ、その反応、やっぱり本当だったようっすね。信じてなかったじゃねえかよ。お前のせいで真実味を帯びちまったじゃねえか。なんとかしてくれ、ユッキー。違うよ、私ら人間だよ。だって怪我したら出血するし、ちょっとしたことでくよくよ思い悩む感情もあるよ。桜の色っす。ユッキー、悟られてるよ。すでにお前の一言で取り返しのつかないとこまで言ってたからな。私のせいにすんだよ。どういうことっすか。あーしにも教えてほしいっすよ。どこまで話していいものやら。イロッチ、他言無用。これだけは約束できる。約束するっす。それにそもそも、アーシはキテレツのことしか言わないっす。そんなアーシが、みんなナービーだって言い出しても、誰も信じないっす。
それもそうだな。それはそれでどうなんだよ。アーシはすでに死んでいて、アーシじゃなかったんすね。だったら、ここに存在するアーシは何なんすか？大丈夫。私の知っているイロッチだよ。どうしたイロッチ？こんなことは初めてっす。え？何が？色が失われたっす。どんな色も見えないってこと？世界はこんなにも味気ないものだったんすか？急にそうなったの？急にっす。ユッキー、私にもよくわかんねえけど、自己同一性のようなものが失われたのかもな。わかるように言って。なら覚醒しろよ。それは治るのか？ストレスによる突発性のものかもしれないから、ちゃんと自分をもう一度自分だと信じることができたら治るんじゃねえかな。ルールショック療法といこうか。何の色も見えねえさ。このわしの殺意ですら無色というのか。声だけはうるさいほど聞こえるっすよ。美しき殺人鬼なのに、カレンちゃんの誇見に関わる！でもこれからどうするの？真実を知ってしまった石井さんを 3-1-D に返してもいいのかしら？それはまずくありませんか？私が司令官に打ち明けてくるよ。落ち着くまで私らと一緒にいられないかって。司令官室でそんな話は無理だぞ。伝長も？軍が作ったもんだから当然避けるべきだ。じゃあカフェテリアでご飯中を狙って、それとなく聞くしかないな。そんなセンシティブな話をそれとなくできるのかよ。任せろよ。ここの誰よりもそういうのが得意だ。相変わらず己への過信がすげえな。でも結果、それで私たちが前に進むため自分を取り戻せたのも事実。そっか。まあ確かにな。でも心配だから別テーブルで見ててやるか。そうしましょう。おっと、司令官も昼食ですか。ご一緒してよろしいですかな。え、別に構わないけど。いきなりキャラブレしてるじゃねえか。いつもあんな感じじゃない？なんせクレイジーですもんね。そう考えるとすげえ隊長のもと私ら戦ってんだな。よく無事っすね。シェフ、いつものを頼む。食券制よ。忘れてた。買ってきます。超ダセーことになってんじゃねえか。ルカさんっていつもあんな感じよ。そこにしびれる憧れの。そうか。これは私からのおごりです、司令官。何？カツ丼です。はあ、すでにご飯食べてる相手に丼物を差し出しやがった。さすがに土地狂ってるだろう。結構です。あなたが食べて。やった、ご飯が倍になった。どれだけ食うつもりだよ。でも食欲も取り戻せたことは良かった。これ交渉のようなものが進んでるんすかね。ルカさんの本気はこれからです。いただきます。おいしい。ひたすら感謝。バクバクいっちゃう。ゆっくり食べないと消化に悪いわよ。そんな本気は見たくなかったぜ。食べきってからが勝負ね。津川さん 1A の隊長といったところを見せてくれるんすか？だといいけどな。今のところただの食いしん坊だからな。いやー、食べた。寝たっす。あまりに満ち足りてしまったのね。なんだこのうちの隊長の集大賞は。でもこれもいつものことじゃない。入隊したばかりの頃もご飯食べるとすぐ寝てましたもんね。
一 A って意外と緩いんすね。見ろ、評価がガタ落ちだろ。休むなら部屋に戻りなさい。周りに迷惑よ。あれ、頭がしゃっきりしてる。夜寝ないで済む。寝てたからよ。かつての私と同じツッコミされてるじゃねえか。ところで司令官、何？ついに確信に迫る。 31D の石井いろはを迎え入れたい。おかわりしてくる。どうぞ。ってどれだけ食うんだよ。セルフツッコミしてるっす。もう腹いっぱいなんだ。さすがに無理だよ。でしょうね。とんでもない食欲だと驚いていました。しかも惹かれてるじゃねえか。実は 31D の石井いろはを迎え入れたい。カツを一切れどうぞ。肉は食べないことにしているの。ご安心を。衣だけです。そんなものを上官に。はい、三つ葉も残しておきました。くるくるパーカー。あーあー、またやっちまってるぞ。あの司令官相手に度胸がすごいっす。こうして司令官にも切り込んでいくの。どういう意味でだよ。そこにしびれる憧れの。そうか。実は 31D の石井いろはを迎え入れたい。欠けた部隊員の補填ということ。にしても人選が意外ね。私らと同じ真実を知ってしまったからだと言ったら。3ヶ月の検査期間に戻すことになります。つうことはどういうことだよ。わからないなら素直に聞けよ。それだけの時間があればある程度教育が可能ということ。教育って何を教えるってんだ。今あなたが真実だと思っていることはただの出まかせやまやかしだってこと。嘘を信じて戦わせるってのかよ。まるで洗脳じゃねえか。 31D は残りの5人が真実を知らないからそれで丸く収まるっていうのかよ。軍は今までそうしてきた。あなたたち 31A だけは個人的な思い入れがあってね。例外とした。ここからが大事よ、ルカさん。うんうん。司令官はさ、世界の色が見えなくなったらどう思う？言っている意味がわからないわ。一面どす黒い世界、色彩がなくなった世界。頭がおかしくなりそうね。そんな中に今石井いろははポツンと取り残されてんだよ。何とかしてやりたいじゃん。セラフ部隊は人類を救うためには必要な戦力なの。ただの戦力としか見てくれねえのかよ。私らには感情があって、たくさん悩んで、それでも人類のために尽くそうと決めたんだよ。そんな出まかせやまやかしでごまかしにかかるなよ。そんなに時間は与えられないわ。 31A の活躍によって人類の生存権が広がっている。ドームの建設予定地に残る敵を掃討して安全を確保する任務を与えることができる。石井いろはの動向を認める。明日からの3日間で何とかしなさい。サンキュー司令官。マジかよ。さすがルカさん。うんうん、やるぞ。そこにいるあなたたちも心してかかりなさい。見つかってた。さすがだよ、司令官の方も。一緒に任務へ出るんだろ。アリーナで連携は確認しておいた方がいいと思うぞ。そうだな。イロッチ、今からいい？もちろんっす。アリーナに向かおう。人だまで行く帰参事や夏の原。この暑さだ。そのお面外したらどうだ。忘
汗だくですが、これぞ日本文化を愛す証拠。アリーナに向かおう。じゃあ、一丁やりますか。お願いするっす。敵さんの強さの設定はどうする？いつもぐらいで。了解。どうだった？率直に言うが、ついてこられてね。なんでだよ！イロッチ頑張ってただろ？申し訳ないっす。特に今は真実を知った直後だから、精神的な問題も大きいだろうな。そうそう！まだ初日だから！フォローしながら進めばなんとかなるか。敵もそこまで強くないようだしな。頑張るっす！3日間、イロッチ、よろしくな。こちらこそよろしくです。みんなも改めて自己紹介しておきなよ。泉ユキだ。ユキッチっすね。よろしくです。東条つかさよ。つかさっちですね。よろしくです。くにみたまです。たまっち、よろしくです。私は、朝倉カレン。カレンチっすね。よろしくです。寝るのも一緒なんすね。おお、新鮮。イロッチが美少女キャラに見える。普段がおかしな格好とでも言いたそうだな。みんなと見えてる色が違っていたっす。おかしくて当然ですよ。このベッドを使って。もしやここは。うん、メグミンの使ってたベッド。あんなに活躍して基地のみんなからも称賛され、それでもいなくなるんすね。戻ってくるって私は信じてるよ。私らも悩んだりくよくよしたりした。でもやっぱり前を向いて進もうって思ったから。メグミンは私らより時間がかかる、それだけだと思ってる。ここにいるみんなはどうしてそんな早く立ち直れたんすか？うちにはメンタル鋼の能天気リーダーがいるからな。うんうん、まさにそうね。31A のリーダーが最強の能天気、さすがっす。いやー、もっと褒めて。褒められて伸びるタイプだから。そこまで褒めてはないんだがな。でも足は31です。それにたった3日間しかないっすよ。短いのは分かってるけど、私らと寝食を共にして濃密な時間を過ごせば必ず何かが変わるし好転する。すごい自信っすね。だって部隊長からしておかしい連中だもん。勝手にくくってくんな。自分で言うところがすごいっすね。でも切り込み隊を担うにはそれぐらいまともじゃない方がいいのかもしれないっすね。言いたいことはそういうことじゃないけど、まあきっと分かってくれると思うよ。色はまだ分からないか？何色にも見えないっす。私らも？輪郭や表情は分かるっすよ。でもみんな死んでるみたいに見えるっす。うわ、早く直してやらねえと頭がおかしくなっちゃうよ、そんなの。でも石井よ、よく考えてみてほしいんだ。なんすか？軍は真実を知らなかった状態に戻すこともできる。入隊したての頃のようにだ。お前はそれを望まないか？自分が人間じゃないと知ってしまったのに、また人間だと信じ込むことになるすか？そうだ。騙される側に戻るのは勘弁っすね。そこから立ち直った31Aのみんなはすごいっす。3日間だけ一緒に過ごしてみたいっす。それから決めてもいいっすか？
もちろん